ロバート・フランシス、ボブ・マクドネルは、アメリカ合衆国の政治家、軍人、法律家。第44代バージニア州司法長官、第71代バージニア州知事を務めた。所属政党は、共和党で、宗教はカトリックである。モーリーン夫人との間に5人の子供がいる。1954年6月15日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに誕生し、 バージニア州で育つ。ジップはアイルランド系のアメリカ空軍の元将校で、母はアルザスに起源を持つドイツ系である。地元の高校を経てノートルダム大学に進み、同大学では予備役将校訓練課程に参画した。後に陸軍に志願し、1997年に予備役を退くまで21年間席を置いた。最終的な階級は、 予備役中佐。また、ノートルダム大学卒業後に席を置いた、ボストン大学で MBA を取得している。マクドネルが政治キャリアをスタートさせるのは、1992年に行われた地元のバージニア州議会の会員選挙からで、ある。この選挙で同州の84区から出馬、当選を果たす。一行も順当に再選を重ね、 2005年まで7期14年に、わたって、同職を務めた。在任中は、司法委員長、既立委員長などを歴任した他に2000年から2005年までは、共和党の会議内総務補佐も務めた。2005年には、同州の司法長官選挙に出馬して当選し、2006年1月から2009年2月まで、 同職を務めた。司法長官在任中には2009年11月に予定されていた同州の知事選挙の必勝候補として職望され出馬する。選挙戦では民主党のクレイグ・ディーズ衆議会上院議員を終始圧倒し最終的には17ポイントもの差をつけ圧勝した。なお、共和党は知事選と同時に実施された副知事選選挙。 司法長官選挙、会議員選挙の各選挙でも圧勝している。イデオロギー的には、共和党内の保守本流に属し、妊娠中絶に反対の立場を取るプロライフ派で、武装する権利擁護の立場を取る。州知事選挙では、アーガンソー州のマイク・ハッカビー全州知事や、マサチューセッツ州のミッドロムニ全州知事、全米ライフル協会などからの支持を受ける一方で、 アラスカ州のサラペーリン全州知事の応援要請に関しては強く、これを拒絶している。2010年1月16日に正式に71代目バージニア州知事に就任した。また2010年1月27日に行われたバラク・オバマ大統領の一般教書演説に対する反論演説を地元バージニア州議会で言った。 ボブ・マグダネル4ガバナー・オブ・バージニア2009ウェブ・アナウンスメントハット・エレクション2009バージニア・ガバナー・エレクションサンキュー・フレンズ・バージニアガバナー・ハック・ビー・ボブ・マグダネルハット・ミット・ラムニ・スタンプス4ボブ・マグダネルイン・ v b ハット・イン・ GOP ・レスポンスマグダネル・セーズ・ネーション・キャン・ノット・アフォード・デイムズスペンディング・フォックス・ニュース2010年1月27日 ありがとうございます。